帰りなさい。今日もお疲れ様、風太郎。カバン持つよ。スーツも脱いじゃって。悪いだなんて言わないで。こうやって風太郎のためにできることを、私、すごく幸せに感じるんだから。私に何かしたい？そんなの別にいいよ。してほしいことを言ってみろって、そう言われても。私、風太郎と一緒にいられるだけで、十分だから。ああ、旅行はいいかも。二人でのんびりしたい。そうそう、定番だね。観光して、美味しいもの食べて、温泉に入って。温泉に入るのは、一緒に？私と一緒に入りたいの？そうだよね。ごめん、変なこと聞いて。待って。してほしいこと。っていうか、したいことが一つあった。風太郎の背中、流してみたい。だって、そんなこと許されるのは私だけだし、妻の特権っていうの？そういうの実感したい。